ビシャーラ・アルフーリービシャーラ・ハリール・アルフーリーはフランス委任統治時代から独立後まで活躍したレバノンの政治家。キリスト教マロン派の出身であり、委任統治時代には二度レバノンの首相を務めた。宗派を同じくするエミール・エッテとはシャルル・ダッバス大統領時代に後継の座を争った。フーリーの政治スタンスはエッテと対照的であり、いわゆる大レバノンを維持するためには、 イスラームのリーダーとの協調が必要であるという姿勢を取った。そのため、1936年1月の大統領選出のための議会での投票においては、一票差でエッテに敗れてしまった。1943年、フランスへの依存を強めるエッテの姿勢に対し、フーリーの目標は、レバノンの完全独立の達成にあった。9月に大統領に選出されたが、 フーリーの大統領就任をフランスは心よく思っていなかった。11月11日、フランスはフランス海兵隊とセネガル軍を派遣してフーリーを逮捕し、エッテの擁立に踏み切った。だが、フーリーの逮捕は主要六州派の団結をもたらすという結果に終わり、11日後、フーリーは釈放され、大統領に返り咲いた。現在ではフーリーの釈放の日が、 独立記念日とされている。フーリー時代のレバノンは、首相をスンナ派出身のリアドアイコールスルフが務め、各州派間のバランスを取る、政治運営が行われた。レバノンの不分率は、1943年のペトロ・トゥラード大統領の議席案、大統領、首相、国会議長のポストをそれぞれ、マロン派、スンナ派、シーア派が分け合うというものであり、この慣習は、 1989年のターイフ合意まで継続された。このバランスの上で1948年に導入された為替及び自由経済政策はレバノン経済の繁栄をもたらした。だが周波間のバランスを取りながらの政権運営は腐敗に陥りやすいという欠陥を持っていた。フーリー政権もその側面を否定することはできず1948年に 勃発した第一次中東戦争ではイスラエルに完敗しアラブの大義を失うなどの失態も演じた。また10万人規模のパレスチナ難民の受け入れは将来のレバノンにおいては人道的に評価されるものの実際的な政治運営に過言を残した。フーリーの権威の失墜は1951年7月のスルフの暗殺に始まる。スルフの存在が ムスリムの不満をそらすことを可能にしていたが、その死は、ムスリムの意見をまとめる人物がいなくなったことを意味し、ドゥルーズ出身のカマール・ジュンブラーとの対等を許すこととなった。翌年、政権運営が困難になったフーリーは9月18日に大統領を辞任した。4日間のフワード・シハーブ暫定政権を経た後に、フーリーと同じマロン派のカミール・シャムーンが大統領となった。 ありがとうございます。